うつ病は、脳という内臓の病気です。長期間ストレスにさらされると、ストレスに対抗しようとして脳が頑張ります。しかし、いずれは心身ともに疲弊し、脳内ホルモンのバランスが崩れ、うつ病になることがあります。うつ病になると、気持ちが沈む、やる気が出ない、おっう、食欲がなくなる、眠れない、死にたい気持ちに襲われるなど、 さまざまな症状が出ます。春は世の中が新しい局面に移り変わる季節であり、忙しくなります。一方、うつ傾向にある人には、周囲の華やかな雰囲気と自分の内面とのギャップを辛く感じてしまうこともあり。調子を崩しやすい時期とも言えるでしょう。うつ病になると心身のエネルギーが足りなくなり、頭が回らない。 体が動かないなどの症状が現れます。脳が回復するには十分な休息が必要です。治療を受けていても調子が戻ってくるまでには数ヶ月から半年ほどかかります。何もしないで休んでいるだけと映るかもしれませんが、回復に必要なことなので暖かく見守りましょう。 職場や学校、家庭などで受けるストレスを軽減し治療に専念できるよう、職場での配置転換や勤務時間を短縮してもらう、家事を減らしてもらうなど、十分に休養できる環境づくりを進めます。うつ病では脳内ホルモンのバランスが崩れます。治療には通常、抗うつ薬というものが使われます。 効果が出るまでに時間を必要としますので、休養できる環境で継続して服用する必要があります。精神療法で代表的なものは指示療法です。感情をあえて掘り起こさずに不安を軽減することを目的とし、症状や悩みを話し、共感を示してもらうことで辛さを和らげます。また、認知行動療法では、 悲観的になったものの感じ方や考え方、これを認知の歪みと言いますが、それに気づき、修正し、ストレスに対応できるトレーニングを行います。最近では、この認知行動療法を実施する医療機関も増えています。NPO 法人、雲もの糸主催、いのちの総合相談会が今月末に開催されます。 お問い合わせはご覧の電話番号メールまで。